久保さん、今足にしましょうか、足。まあ、千里の道も一歩。足。まあ、どういう道を自分の足で歩いていくかっていう。まあ、それがね、すごく人生を変えるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、ちょっとね、話は全く関係ないですけど、お問い合わせがあってね。あの, <laughs> あの、あの、あの なんかあの、この前、薄毛の話をしてたんですよ。で、薄毛の話をしてて、その、プロペシアが、あいいですよ、みたいな。まあ、それに対しての回答動画を撮ってて、まあ、それに対しての、なんか、お問い合わせがあって、あの、またちょっと、吉田さん飲んでくださいと。で、復活したら僕も飲みたいですと。<laughs> そう、育毛日記っていうのがあるんですけど、育毛日記再開してくださいっていうね。 そう。あの、要望がありまして。そう。まあ、いろんな悩みがありますね。はい、う薄毛はね、あの、あれですよ。<laughs> はい、髪の毛なくなりましたね。髪の毛はなくなったけども、日々歩いてます。はい、だ失ってもね、歩かないといけないんで。うん。そう。ま、歩いた、 個数がその人の人との差かなっていう。まあまあネットビジネスで言うならばね。あの、やった量というか。まあ少なくてもその、久保さんと、まあ久保さんと同じ時期に始めた人ってまあいると思いますけども。まあ久保さんの歩いた量と、他の人が歩いた量違いますよね。うん。なんだろうな、まあ、あのー、 やっぱ歩いた数だけ足腰鍛えられるし、歩いた数だけなんかいろんなみ景色見れるし、なんか、うん、どれだけまあ、歩いたのかっていう、と、立ち止まってたら景色変わんないじゃないですか。だからめちゃめちゃ、例えば日本全国歩きましたってったらね、日本地図作れるかわかんないですけど、伊藤、伊藤なんちゃらっていう人ですか日本地図作りましたけど。 まあ見てきた景色は違いますよね。歩いた量だけ、うん。やっぱね、人生変わらない人とって多分、その、そこがち、見てきた景色が違うんじゃないかなと思うんですよね。うん。要は、昨日とあまり変わんないってことですね。<laughs> 大した <laughs>。やってることが <laughs>。それは変わんないですよね。差つかないですよね。うん。同じ人間で、同じ24時間で、あの、情報もね、 まあもうほぼ平等じゃないですかもううんなんかお金がなくても今情報を取れるしまあデバイス環境もあるしなんか今って本当にその歩いた数だけ方法あるんでもう方法もデバイスも環境もあるしあとやった数だけかなと思いますけどねはい差を出したいんだったら歩きましょういってらっしゃい